しようか。はい、おはようございます。5月、大江川動画やってきました。今年はね、ちょっとスポーニングが遅れてました。その影響で、ゴールデンウィーク終わってもフリースポーンから、まあ、回復アフターですね、いろんなバスがね存在します。まあ、今日はねそんなバスと楽しく遊べたらいいなと思いまして、まずは一発目西大江にやってきました。まあ、アフタースポーン狙いということで競争のタイニーギリングからちょっとチャレンジしてみますよ。じゃあ頑張っていきます。今年はねちょっとねスポーニングが遅れて、まあゴールデンウィークみんなね楽しんだと思います。まあバチバチやってるよね、小バスやね、あれね。ね、理由としたらね、最低水温はね、どうかな、まあ普段よりはね、1度ぐらい高かったのかな。それに対してね、まあ桜もね、感じた通りにね、長くね咲いてる時間がねあったよね今年。だから水温ね上昇率っていうのがすごく遅いっていうか、グラフでいうとこうゆっくりこう水温が上がってったのかな。だからその関係でスポーニングが遅れちゃった。どうか、あと出てくれ。あ、ごめん、ごめん、来たけど、ごめん。ごめん。すいません。これで来ましたけど、バレました。まあ、これぐらいのサイズでした。すいません。ブルーギルがめっちゃ浮いとる。来たぞ来たぞ来たぞ。お、でかい。でかい。よし、取った。よっしゃ。でかいやんこれ。いったかこれもう。やったね。いい魚でしょうね。ベローズギル 2.8 だね。フリーリグ、できました。で、あそこのカバーから出てきたのか、岩に落としたらシェイクしてたら来たって感じ。うん、いいバス。釣れましたね。やりました。
今ね釣れたところこのカバ、僕ね3日ぐらい前まで来てた時はねかなり減衰してて、今日はね、雨が降ってないんだけど水門が、止まったままだからどんどん流入河川 水路から、ね、水が入ってきてちょっとねかなり増水してるかな。で、まあカバー周りに、ついてたあのバスだよね、それが、釣れたっていうことで、最初ここ来た時にはね、ベルオールスティック使ってた。でもね、シェードの下をね見ると、これぐらいのブルギューが、ね、いっぱいいた。それでね、ベローズギルに変えて、フリーリグだね。で、変えて打ってたら、ここのカバーでいいの出ましたね。釣れますね、ベローズギル。また頑張りますね。違うかこれ風であれか違うな、ギルだな多分。違うな、もう一回ちょっと来た。よいしょ。あとちょっと珍しいサイズだねこれ。来ました。こいつらがちょっといじっとったやな。さっきから。いや、ありました。まあこういうやつらが動き回ると大江川も楽しいよね。ね、ちょっと飛んでっちゃったけどね。ベローズギルフリーリング釣れますね。フリーリグの、特徴進化がまずね、こう先についてワームが後からシンカーに向かって落ちていく。まあそれのラグがあるんで、そのラグを有効に使ってこう待つ時間、これがすごく重要だね。で、シンカーが落ちて、でまた一呼吸置いてまた次のアクションに、戻す。これの繰り返しで、ベローズギルとね相性バッチリなんで、すごく使いやすくて釣れるリグです。今日ベローズギル 2.8、大活躍中です。コンパクトボディで、リブがねついてて、小さい割には水中の水押しがすごく強い、小さなバスから大きなバス引き寄せる力すごくあるルアーです。今日はフリーリグで、使ってました。シンカーは 3.5g、またね 5g でもいいかなと思います。あとはラバージグトレーラー、スモラバトレーラー、テキサスリグ、キャロライナリグ、あとはジグヘッドリグ、まあ、ノーシンカーだね。いろんなリグにも対応してね、フッキングもすごくいいです。そんな、ベローズギル 2.8 これからが、本格的なシーズンになります。ぜひ使ってみてください。昼市はね、大江川の隣の、ね、中江川にやってきました。ここもね海津の、漁協さんの同じ、遊漁券で楽しめる釣り場です。いい釣り場です。ご覧の通りね濁ってるんで、まあ、あの新色のスパイロのブラックブルー、これでねネイルリグでちょっとやっています。まあ、ギルネストってのは結構いたんで、そろそろかなっていうのでちょっとこれでね浅いところだけちょっと打っていこうかなと思ってね頑張っていますね。
まあね、単調なんだけど、この釣りはもうシェードにスパイを落とすだけ、落とせばスパイラルホールで食っちゃいますっていう簡単な釣り方まあ基本僕簡単な釣り方好きなんでね。あとはもうルアーの性能、それを信じて落とすだけ。抜けた抜けてまった抜けてまった、すっぱすげー。あー足一歩、あー足一歩噛んどるな、ここ食っとるわキューッとお金持ってたもんで、足一歩だけ噛んでいってまった。カメおるな。あ、逃げた。おったな。バレてまった。バレてまった。落ちパクだった、でかかった、このシェードのフローティングマットというかシェードに持った、もう食わんわな。またな、また下して今度ネットへ、でかいぞ、これ50アップや。これはいっただろ。よっしゃ、取った特大やから来た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 やってやったぞ、これはいいでしょ、最高ごめんね、フローティングマットってかね、汚いね、これいったでしょ、5ジャンプ、いい魚だね、ゼローズギフやりました。多分集まっとるんだね、こんなところに、はあ、風とこっちだけ水深いからね、釣れるわ、アベローズギル 2.8 フリーリグ来た、嬉しい一匹でした。ベローズギルで、釣れたところ、まあ見てくださいね、フローティングマット状になったところで、時折ね風によってねホールができるんだよね。でそのホールの中に、このベローズギル 2.8 の 3.5g のフリーリグを入れたところ、ラインが1回目走りました。で、すっぽ抜けました、やらかしちゃったね。 2投目入れた瞬間、またライン走った、だました、乗りましたね。それがね、さっきの50アップでした。ね、この僕のこう見方で言うと、さっき流したところはね、濁りが入ってた、いい感じだったんだけど、さらに、対岸に来たら、その濁りとの境目が出てきていて、でここだけすごくクリアで、上田がフローティングマット状になってた、まあまだ昼だね、そんなシェードっていうのもあって、ギルが上から落ちてきたらバスたまらないよね。まあそんな感じで、さっきのいい魚取れましたよ、ベローズギル 2.8 フリーリグでした。はい、お疲れ様でした。5月のGクラック動画、大江川、その周辺
楽しめました。今日はね、大活躍なデローズギル 2.8 のフリーリーグね、今日はこれがね大活躍でした。まだね、5月っていうことで、ギルの、サイズもちょっと小さいで、これからね、水温が上がってくるとね、まあギルネストですね、ギルの産卵が始まります。そうすると個体が、大きな個体がね、うろ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 シャローに来ます。そんな時にはね、まあ今日は 2.8 使ってたけど、3.8 をおすすめしたいと思います。まあマッチザズレイトのちょっと大きめなサイズね、3.8、 まあそれが理想じゃないかなと思います。それのねフリーリーグがいいと思いますよ。今日は、プリスポーンからアフタースポーン、いろんなコンディションのバスいましたんで、それをね、車で走り回ってランガースタイル、楽しんだつもりです。また来月やってきますんで、また応援よろしくお願いします。じゃあね。